吉川さん、文春の独立取材に対してはこうおっしゃったんですが、まあ、10代の頃からしている友達でございますので、男女の関係で絶えない構成は忘れてないですけど、それは残念ながら、別々の部屋です。時々、同じ部屋で喋ったりはしてましたよと、まあ、このように記者の時に答えて、はい、事務所を通じてその後コメントが出たということですが、